にちは。どうぞ。ありがとう。城山湖か。いや、風で、休みだと聞いてきました。ありがとう。あ、手話を、どうして手話をやるかってことですか。あ、それはその、知り合った人と、話をしたいと思うのは当然でしょう。いい天気ですからね。ちょっと散歩いかがですか。